のお写真アキーアキー行きましょう。秋元さん写真です、どうぞ。ほら、かわいい。いやこれあの娘です。めちゃめでっかい、かわいい。あれあれ、もうこんな年でキャンティーですね。キャンティーだわ、コースターがキャンティーですよ。キャンティーですか。まさかあれ白ワインじゃないでしょうね。水水セリちゃん、なんか聞いたら一歳やのに美味しいもの食べさせに行ってるんですって。いやそんなことないですけどね。でもやっぱりほら、あの一緒にご飯食べるじゃないですか、うんうんうん、ね、その時にやっぱりあの子供も行っても構わないですかっていうところで行くから大人と同じものを食べますよね、うん、口超えちゃうよ、うん、どうする1歳からそんななんかいいもん食ってたら、うん、好きな食べ物は白子なんですよ。酒飲みだな。まずいよね。まずい。白子なんてつい最近知ったんだからね。そんなことはないですけど。あ、そうなんですか。最近ってことはないですけど。あ、そっか。うん、誰も誤算とかないみたいな。北京ダックも？北京ダックも？好きですね、北京ダック。北京ダックもつい最近だよ。割とね。そうでしょ。大人になってからでしょ。しかも年に1回ぐらいしか食べないですから。そうだよね。ベタコだから3年ぐらい食ってないですよ。海外のね、そうそうそう、経費ぐらいですか。どうすんの、学校給食嫌だとか言い出したら。ねえ、食えない、北京ダック用意してとかだとどうするの。もういいんじゃないですか、それもね。お父さんとかお嬢さんちょっとね、気軽にご飯どうぞなんてお誘いして、いきなりついてフォアグラがよろしいわとか言われたらちょっとびっくりしますね。そうそう、思ってドキってね。でもそれはそれでいいんだ。うん、それはそれでね。もうやばかなってくる。だってやっぱりほら、やっぱりほらこう、男がなかなかこうね、あいつ嫌な女だなって言ってた方がいいじゃないですか。その方がこうずっとさ、安全でしょ。お父さん深いね。心配でしょうね。いや心配ですよね。やっぱりこう自分をね振り返るじゃないですか。みんなに。みんな言う。だからこうね、娘が友達と、友達のところで勉強してくるなんつってね、絶対お前嘘つけと。なるほどね。隣で男が友達って言えって言って絶対そう思うもんね。そうだよね、うん、嘘つけないね。だからやっぱり女の子同士での旅行なんてね、うん、娘が行こうとしたら、うん、俺一緒についていくからね。やだダメだよ。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 まあでもそういうぐらいそっとついてるかも。でもこっそりつける、うん、つけるつける。いや男の人だったんです。相手が男だったらもう殴りかかるって感じ。うん、いやだ。ふざけんなってことでしょ。ふざけんなと。すごいな、面白いな。でもそんなお子さんがこれがまた大きくなるんです。今そのお子さんと秋元さんの家の様子を撮ってきていただきましたが、ちょっと見ていただきましょう。こちらです。CM の後、秋元さんの大豪邸テレビ初公開。そして妻まみこさんも久々に登場です。秋元さんの家の様子を、ちょっと来ていただきましたが、ちょっと見ていただきましょう。こちらです。セリちゃん、かわいい。セリ、ね、綺麗なセリ、かわいいセリちゃん。セリちゃん、おきた。セリちゃん、かわいい。かわいい。何あれ。あら、素晴らしいわ。川張り、川張り、川張り、座椅子じゃないよね。座椅子じゃない。え、あんなのあんの、秋元さん。あるよ。あるんだね。あら、かわいい。ほんとかわいい。いや、かわいい。ルピンさんだね。ねえ。いつぐらい歩き出すの。最近、最近。あ、そう。かわいい。かわいいけどさ、うん、これバカだね。いやこれなんでこのね V を撮ったかっていうと、おしゃれ関係とか会議やるじゃないですか、うん、そうするとゲストの人に、ね、うん、家庭のね風景とか、うん、それから家族とか、うん、そういうのを V 撮ってきてくださいって頼むんですよ、うん、で大抵断れるんですよ、うん、そのプライベートを見せたくないと、うん、そのたびに会議で、うん、ふざけんなよとかって言うわけ。なんでだよって、それぐらいみんな見たいんだから見せないじゃないかよっていうのをいつも言ってたスタッフがこの番組のスタッフなんですよ。そうなんだ。それ
で、それで V 取ってきてくださいよって言われたらね、そうだね、そりゃそうだよね、そりゃそうだよね、わかりましたってことで回したんだ。ああ、その間に奥さんの寄りが少ないんじゃないかって噂ですよ。顔隠してたもんね。そうだ、そうだ、意図的じゃないですよ。奥さん見たいもん、みんな。奥さんも見たいよね。意図的じゃないですよ。いや、それ、あれ？それちょっと、ふざけんないだよ、今度会議でな。隣の会議で奥様見たかったかもしれない。いやいや、あれ入ってたはずですよ。あの子供とそのかみさんがお風呂入ってるとこずっと回してた。その使えないし。もう結婚されてどれぐらいですか。今15年目ですね。やっとできたんだよ。そうですね。じゃ可愛いな。喧嘩とかしますか。うん、しますよ。するけどならないんですか。ならないですね。年齢結構離れてましたよね。うん。離れてますね。どれぐらいだっけ。9歳かな。あ、じゃあもう全然もう奥さんが言ってることもはいはいって感じになっちゃうかな、うん、そうですね。そもそも出会ったきっかけっていうのはやっぱ職場結婚。職場結婚ですよね、うん、おにゃんこでいっぱいいたおにゃんこで、なんで奥さんが選んだかって。なんでですかね。うん、それも聞きたい、ね、やっぱりほら、自分がこう理屈っぽいじゃないですか、うん、だからこう、うん、理屈じゃなく返してくれる人っていうのが楽なんじゃないですか。あ、なんか分かる気がする。やっぱり秋元さんから誘うわけでしょ。そりゃそうでしょうね。どこに。いやいや、まずご飯食べに行こうね。奥様まだお若かったですよね。そう、これからでしょ。20歳ぐらい。19ぐらい。19。いや、19か。だから結婚したら21ですけどね。うわ、早い。あ、プロポーズもビシッと決めたかったですね。そうだろうと思うな。いやいや、しないですよ。話しててほら、結婚なんてこうね、決めたセリフなんかないですよ。そんなさ、みんなに決めてて、明日から俺のパンツ洗ってくれとかさ、ね、味噌汁作ってくれ、ないって。そんなの。そうなんだ。もう普通に、普通じゃないですか。え、今日日常的にすごいほら、言う人、甘い言葉を言う人っているじゃないですか。だからそんな感じがすごいさ。全然言わないですね、そんな。職業だもん、そんな。え、今日大体ね、ぽっちゃりした人ってね、あのロマンチストが多いんだよ。石塚さんとかさ、パパイヤ鈴木とかさ、みんなあのロマンチストでも話聞いてると。あ、そうか。さっきほら、あの僕が理屈っぽいからやっぱ、うん、ね、向こうは理屈で返さない、要するに天然っていうか、その自然体、素直な方が好きだ。奥さん結構天然なんですね。うん、まあだからそうですよね、うん、あんまり考えないから、うん、例えばもともとはね、うん、おにゃんこクラブで、なんだっけな、ブラジルかなんか行くときに、うん、彼女だけ、うん、スーツケースが多かったんですよ、うん、3個ぐらい持ってるわけ、うん、で、なんでそんな多いのって聞いたら、そのうちの2つのスーツケースにはね、ブラジルはトイレットペーパーがないから、みんなの分持っつって、トイレットペーパーだけがガーッと入ってた。優しい。いや、優しいっていうかさ、優しいっていうかさ、ないわけないじゃん。ないわけないよ。ブラジルの人はどうしてるんだと。じゃあな、処理をね。だからね、それ、そういう、紙一重だな。紙一重だな。だから、物もらいができたわけですよ。物もらいできたので、ね、じゃあお医者さん行きなさいって言って仕事行ったんですよ。で、帰ってきて、物もらいどうしたって言って、名医者さん行ったって言ったら、いや行かないと、うん、実家のお母さんに電話したら、うん、おへそにお塩を入れたら、うん、治るって言われたって言うんですよ。ね、でもおへそに塩を入れたらこぼれるじゃないですか、うん、ね、でもこぼれるだろうって、うん、こうヒュッてやったら、ここにバンドエイドでバッテンになって、うん、頭いい。頭いいですよ。すごいリアクションだよね。今すごい波長が。そう、三田さん、同じ部類だからね。なるほど、私もそうしようみたいな。で、治ったの。治ったの。治ったの。なんで聞くのかな。信じるものは救われるんですよ。だから、そういうのなんかさ、例えばなんかこう、イボみたいな、おできみたいなできるじゃん、うん、そのなんだっけ、なんかの木にこう向かってイボイボ渡れって唱えてんのイボがこう渡っていくらしいんだよね。かわいい。そういうのがあるらしいよ。男と女とか夫婦っていうのは正反対の方がいいんですよ。ああ、そうなんだ。だから正反対の方が、要するにさ、神様はやっぱりこうね、人間を作る時にやっぱりさ、未完成という作ってると思うんですよ。で、男と女が一対になって完成するんですよ。だから自分の不得意分野を持ってた方がいいと思うんですよ。で、僕はすごく細かくて理屈っぽいじゃないですか。で、神さんはもともと美術が好きで、デッサンのようにこう輪郭を描くんですよ。だからディテールが下手なんですよ。なるほど。だから
から例えば洋画ですごいのがあるのよとか、うん、何あの、9月のね、うん、なんかイルカっていうの、うん、そんな映画あったかなと思ったら8月のクジラのことなんだよ。大体分かってる。でも大体分かってる。彼女の中では8月のクジラなの。だからデッサンはあってんだ。あのなんか何月と動物だと海の生き物だと分かってんの、うん、そうそう。でも違うんだ。 でそれは8月のクジラじゃないかっていうと小さいっていうの、そういうことを言うことが。CM だと三田さんが出産前に遊びまくり。鼻炎の詰まってすごい。サイズはおいくつですか？28